パーベル・ブロンスキーパーベル・ペトロービッチ・ブロンスキー1941年2月15日は、ロシア、ソビート連邦の心理学者、生理学者、教育学者、ウクライナのキエフ出身、労働教育、総合技術教育の理論的基礎の形成に尽力した。児童学に関する著作もあるが、1936年の決定、教育人民委員部の系統における、 自動学的変更について、以降は、心理学研究に重点を置いた。シャニアフスキー大学に勤務し、教育学と心理学を指導した後、1930年から1941年まで、国立心理学研究所に勤務した。ソビエート心理学会では、個人心理学を形成した一人であるとされている。晩年には、願望を対象とし、願望は、特殊な思考である。 すなわち、動員となる思考であり、好期があれば、たちまち行動に移行する思考である。という規定を行っている。ブロンスキーによる人間の行動研究の特徴を、言語学者、アレクセイ・レオンチェフは3つの考え方に集約している。第1は、人間の行動は何よりも、行為、振る舞いであるということ。第2は、心理学の対象には、 行動の変容の理由や様態が含められなければならないこと。第三は人間行動を理解し説明するためには人間行動を動物と大人の行動を子供と文化的行動を野生の行動と比較しさらに人間行動の病的状態を研究しなければならないこと。心理学者レフ・ビゴツキーは思考と言語の中でビゴツキーが生きた当時までのブロンスキーの業績から いくつかを引用する。第一は、子供が知覚、思考、動作において一つの印象に基づいて、極めて多様な内的な関連を持たない、諸要素を未分化な一つになった継承に結びつける、傾向を示すことを、ブロンスキーが、子供の思考の無連関の連関と呼んでいたこと。第2は、記憶が学齢期において知能化し、随意的になり、工事の精神機能へと移行することを、 ブロンスキーが注意は徐々にしそうに、つまり知能に依存するようになると叙述したこと。第3話、嵐のように過ぎ去る性的成熟期と精神病の初期の状態とが接近類似していることをブロンスキーが指摘したこと。ありがとうございます。